公式設定で人外の主人公、現在放送中のボッチザロック。この主人公のひとりちゃんは今までバグる、崩れる、削られる、増える、破裂する、縮むなどやりたい放題しているのですが、大半の視聴者はギャグ演出だと思って見ていました。しかし作者の浜地先生が後藤ひとりは人間ではないという発言をしていたことが判明。じゃあ一体この子は何なんだということで、帽子をばらまくキノガッサではないか、オーラ的にゴンさんではないかなど、むちゃくちゃな考察がされていますが、真相は闇の中です。果たしてこの生物の正体は。ご覧のスポンサーです。